この番組はこのスポンサーの提供だ。お願いします。はい、皆さん、どうもこんにちは。アイスクリーム講師の別塗り様本と、はい、九州大学で、はい、歌唱研究しております、はい、リーと申します。はい、よろしくお願いします。またこのコラボレーションそんなに間空いてないですね、今度。なんかもう季節の風物詩みたいな。そうですね、定期的に訪れるこの、まあ寒くなったり暑くなったりしてたら我々のコラボが、まあ、そういう感じセミみたいな感じで、今日実は福岡にお邪魔してるんですよね、はい、僕が今回の実験をいろいろやっていただいたりとかで、歪み声の研究っていうところ、はい、そう、もうどうやったら歌手がかっこいい声出してるんだっていうこの秘密が、うん、そろそろもうね、暴かれてきたというかね、もう解明されてた。煽る煽る最後の最後また来てもらいました。大詰めっちゃ大詰め。いやでも実際ちょっとかなり進んできたと思います。いやいや、そうなんですよ、うん、データとかね、少しずつこうちょっと相談することもあるんですけど、ね、そうなんですよね。だからめちゃくちゃ頻繁に連絡を取らせていただいていて、うんうんうん、めっちゃこう積み重なってきてますよね。それこそ、まあ、僕の方では、はい、この歪み声に関する研究が、はい、学会で報告できるまでになったんで、お、はい、これ結構ですねインパクトがやっぱりあったみたいで、まあ音声研究者 の皆さんもね、はい、すごく面白いっていうふうに言ってもらったりして、それはでも僕も嬉しいですね、はい、これはねやっぱり必ずデータ化していくというかね。お、はい、なんか他にもなんか先生なんか報告があるというか、あ、そうなんですね、感情があるみたいですか。前回ね、ミックスボイスに関する、はい、研究論文発表できましたってところでご報告したんですけど、そうですね、うん、まあ、それも、大学の方でね、はい、認めていただいて、まあ、僕も、博士号をね、医学博士を取得することができたので、ありがとうございます、はい、で、はい、あとはね、もう一つ僕がね、ちょっと親交があるニューヨークのボーカルコーチがいて、まあ、それがね、はいはい、現地のその、うん、ブロードウェイとかね、はい、そういう、まあ、素晴らしいね、アメリカのシンガーたちも指導している方なんですけれども、はい、まあ、そのプログラムの一つで、世界中のこのボイストレーナーを指導するっていうのがあるんですけど、まあ、それの講師にもなって、すっげえ、はい、で、そちらの英語で授業したりとかも、まあ、すげえ、そうなんですよ。トレーナーのトレーナーで、そうです、はい、世界はやっぱりそういう意味では僕らのような研究最先端の研究だとか、はい、まあ、医学的な知識だとかっていうものをやっぱりそのかなり需要があって、はい、はい、まあ、そこら辺はこうアメリカの方でね、はい、やってるんですけれども、あ、まあ、とはいえ、まあ、こういった知識っていうのはぜひね、まあ、こういった媒体を通してね、まあ、YouTube、はい、まあ、僕もチャンネル始めたりしたんですけど、そうですよね、まあ、少しずつね分かりやすい形で皆さんにも届けていきたいなという、いや、もうちょいちょい動画上がってますからねそうですぜひチェックして、まあ、ちょっとまず生態から慣れ親しんでほしいなと。あ、そうですよね、生態の動画ちょっといっぱい友達になってください、生態と。生態は友達そう今日はですね、どこに着目するかっていうと、がなりですね、いわゆるがなりについて、そう、そうですね、フォーカスしていこうかなと思ってるんですよね、はい、今日のこの動画をご覧になっていただければ、がなりの概要というかやり方とかまでこうつるっととりあえずは理解できるかなと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。てめっちゃ入ってないですか、がなり。がなりはいわゆる最近その、まあ、むしろ昔からすごい、うん、使われてきたテクニックだと思うんですけど、まあまあまあ、そうですね、まあ、ロックとかで使われてきたテクニック、うん、がもうこのポップスの、はいはい、もうヒットソングでも、はい、結構みんな使ってきているというか、う、まあ、もちろんワンオクのタカさんとか、タカさんとかね、ワンオクかっこいいね、そうです、シャウト随所にあるし、うん、ある、あとはまあユーリさんとか、うん、まあね、すごいもう街中で、ね、よく聞く機会もあると思うんですけど、ドライフラワーですね、かなりかっこよく歪んでるじゃないですか。いや、間違いないです。もちろん女性で言ったら、はい、アドさんとかね、そうです、そうです、アドさんとかね、バンバン使ってらっしゃるし、うんうん、ああいう若干こうしゃがれてるっていうのは、うん、これ結構あえてやっているテクニックでもあるんで、歌手の人が、そうなんですよ、そうだから、みんなも必ずこれを学べばできるっていうことで、そうなんですよ、これいいですよね。いや、そうなんですよ、うん、そのがなりについては最近本当にまあいろいろ分かってきたんですよ。これ、まあ、まあ僕もこうマホ君にいろいろこうこういうコラボさせていただいて、はい、まあ、指導もねお互い相互でやってる中で、はい、結構いろいろできてきて、いや、そうなんですよね、そうなんです、進化を感じますよ。いや、なんかねまあまだまだ全然ダメダメなんですけど、まあ現状ちょっと歌ってみたで、あ、そうですね、がなり使ってみたりとかしてるんですけど、もう実践的に前全然できなかった本当にあ、はいはいはい、でもそれが本当にできるようになって、いや、すごかったっす。自分は、はい、まあできない人なのかなってちょっと思ったりもしてたんですけど、そういうねタイプなのかなみたいな、できるもんだね、できるっすね、できるようになるんだなと、できないかなと思ってる人もできるっすよ、できます、できます、うんうん、そこはできるんで、ぜひ取らせていってほしいんですけど、李先生の方でもがなりについて結構いろいろ解析できてきたことがいろいろあるんですよね。まずはじゃあその解説いってしまいますか。もうお願いします、はい、まあそのじゃあ歪み声というのがどういう成り立ちなのかっていうことは分かっておいた方が絶対にいいと思うんですよ、ね、はいはいはい、はい、なるほど。で、まあ普通の声というのは、はい、これをまあじっくりねいつか解説したいと思うんですけど、はい、まあ、声というのは声帯という、うん、喉のね、うん、ある、まあ、組織が振動することによって声は生成されるわけですけれども、そうですね、
歪み声に関して言うとまたちょっと実は違うんですよ、ね、はい。ライスが正体だとしたら、はい、カレーっていうですね、上乗せの成分がそうなんですよ、その正体にも実はあるんですよ、ね、はいはい、それが何かというと、はい、火星体ですよね。確かにやったぜいつも打ち合わせないやつですよ。打ち合わせないやつ。さすがです。いつもないやつ。思考がこう。カレーに例えるんですか、最近。カレーに例えるんです。これ結構みんなネットでは、カリ生態、カリ生態って言ったりするんですけど、カリ生態であんまり言わないです、医学的に。そうですね、あんまり。火星体っていうふうに言ってほしいんですけども、その火星体。生体の上にある粘膜組織なんですよ。はい。それがね、はい。で、普段それは別にその何もね、そうですね、しない組織なんですけれども、はい、この、がなりの時に、バキッとね、これ入ってくるんですよ。こうなってるんですよ。そうそう。まあ、喉を見てるから、こういうね。こうなってるんですよ。まあ、まさにそういう感じ。こうなってるんですよ。体、動かせるね。どうしたの？まさに、その、声帯を振動させながら、はい、火星帯も振動させていき、火星帯の振動をですね、はい、まあ、よりその、かっこよくすることによって、はい、まあ、ただなるんじゃなくて、はい、コントロールすることによって、最終的に歌手のかっこいい歪み声っていうのが生まれているということが、まあ、分かった、ね。いやー、そういうことですよね。うん、これもちょっと、はい、内視鏡の映像があるんで、はいはいはい、簡単にこう載せておくんですけど。まあ、この辺に載せときますけど、うん、まあ、これ軽くなんですけど、先生のチャンネルで多分、もうちょっと長尺で。そうですね。多分手つきの、まあ。もうちょっとね、まあここら辺を知りたいっていうのは、はい、マニアの人もちょっといると思うんで、はい、ちょっとマニア向け解説をちょっとまたしてみたいと思う。いや、ぜひぜひ、先生のチャンネル撮ってくださいね。はい。僕もこれよく言うんですけど、足し算。足し算。足し算ですね。稼いだ、稼いだ、稼いだってみんな言うんですけど、うん、まあ稼いだなんですけどね。うん。まあ、生体と稼いだ。そう。だから生体も無視しちゃいけない。そうなんですよ。その稼いだって、うん、まあもちろんみんなある組織なんですけど、そうなんですよね。僕、私は、ならないな。人いますね。っていう風に思ってて、はい。諦めてる人もいると思うんですけど。います。います。これどうなんですか？これ、僕もね、これなんなかったんですよ。火星体。あ、ゼロ。なんにもなんなかったけど、まあ、頑張ったらなったんで。それ、軽く言うけどね。最終的にここまでなれるっていう考えが。ね、今ならない人も全然諦めてるわけじゃないんですよ。僕、本当に冗談、綺麗事抜きで、本当にならなかったんですよ。この後は、その、火星体の鳴らし方、あ、もう、これは教えていただけるってことでいいんですか？触れていきますんで。ガナリの難易度に関して、まずはちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど。これはでも難易度、超難だと思ってる人もいると思うんですよ。いるかもしれないです。まあ、うん、もちろん、難しい人にとっては難しいですよね。うん、その、まあ、向き不向きというか、得て増えてはあるもので、まあ、一概には言えないんですけど、基本的にはまあ、まあそうだな。結構絶妙な、繊細なコントロールが必要なんで、簡単ではないですね。中の上ぐらい。の上ぐらいですよね。ただ、乱雑に、火星帯を減らす、まあ、つまり、まあ、かなる、だけだったら、正直、パッてできる人は、まあ、多いです。多いか。多いです、多いです。僕みたいにゼロっていう人ももちろんいるんですけど、そもそもなるタイプの人っていうのも、まあ、特に男性の場合だったら、確かに確かに。多くて。これですね、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、その僕、その、海外のね、国際学会で、発表した時があって、その時にいろいろなワークショップがあって、それで、まだ僕、その、マオン君に教えてもらう前で、まあ、自分そんなに、その、できるなと思ってなかった時っていうのは、今はもちろんまだ全然発展途上だったんですけど、その時に、まあ、みんなで歪み声鳴らしてみましょうねって言って、まあ、その、そこにいる、何十まあね、こう一クラス、まあ50人ぐらいのこのクラスがあって、でそこでまあみんなこうガラリをこう練習させられてたんですよ。はい、でそれでまあみんな結構できない人が多かったんですけど、こう僕やってみたら結構できて、結構褒められたんですよ。お前うまいな。そうじゃないですか。そうですね。だから僕あできてるんだと思ったんですけど、ただそれが楽曲中に使えるレベルも全然なかったし、なるほどなるほど。なんかまあいまいちかっこよくもない、ね。なるほどですね。サウンド的に納得できるかって言われると、だからなるからといって。で、それがゴールでもないと、ね、そうなんですよね。その人の現状の引き出し、っていうのはあるかもしれないけど、それが正解ルートかっていうか、なるほど、本当にいい状態かどうかっていうのは、まあほとんど違うことが多いですね。さっき難易度のその中の上って話があったと思うんですけど、うんうんうん、まあその仕上げるっていうことを考えた時の中の上。そうなんですよね、うん。初期装備はあるんですけ ど, ど, どそれを消化させていくのが中の上みたいな。火星体鳴らせます、うんまあ、つまりがなれるって思ってらっしゃる人もすごく多いし、うん、実際本当に育ってるかもしれないんですけど、うんうん、まあ多くの場合は喉を痛めるフォームになってたり、あ、それが一番ね、やっぱ僕は医者としては皆さんにちょっと警告したいな。確かにそれはちょっとしっかり言いましょうね。そうですね、うん、だから痛みとか違和感があったりとか、あとこれよくあるんですけど、うんうん、あ、なんかこれずっとやってたらあんま良くなさそうだなみたいな、うん、痛みがなかったとしても使ってる感みたいなやつもあったりするんですけど、はいはいはい、まあ、そういうのは結構危ないんで、まあ、修正を図っていく、はいはいはい、必要がある可能性が高いかな、うんうんうん、でところは言っときたいかなっていうところで、はい、うん、でそれを回避し続けるっていうのも問題だと思うんですよ。なぜなら、まあ、トレーニングだと思ってるから、まあまあそうなんですよ、ね、ある程度やっぱり体を使っていくことの、うん、何でもそうじゃないですか。スポーツ選手が怪我を恐れるとスポーツしないわけだから、そうそうそう、それは本末転倒なんですけど、そうただね、やっぱりその
長時間、この痛みを伴いながらやるっていうのは、これ絶対やめなさい。やめてください。そうなんですよね。必ず休憩を取りながら。そうですね。痛みを伴うところって、まあ、声帯じゃないところが多いです。はい、はい。声帯っていうのは基本的に痛覚がないので、っていうことは、まあ、ピリピリ感が出てきてるということは、それは声帯じゃないところを稼働させてるんですけども、かといって、痛みというのはやっぱ体からの警告でもあって、そうですね。やっぱりそれに関しては向き合わないといけない。なので、必ずね、これは水分を飲むこと。水分というのは基本的に声帯に届くものではないんですけども、はい、そのいわゆる声帯以外の場所はしっかり潤してくれるんで、はい、これはあの歪み声には必ず ね、 そうですね、あのお水はお供です。我々はもうそう2リットルを用意してもらって一番これベストなのは適宜ね、こう耳鼻咽喉科の、まあ、我々のようなところで診察を受けながら、まあそうね、声帯やね、心配だった、あの喉の診察を受けながらやるっていうのはこれ一番安全な方法ですけどね。とにかく焦らないで、はい、そうですねはい、じゃあまあ、そんなこんなで、実践的な話をしようかなと思ってるんですけど、まあ僕の過去の動画でもちょいちょい話してはいるんですけども、とにかく火星体っていう部分を使っていくっていうところが、まあ肝なわけで、とにかくそこを使ってる感覚を覚えるのが先決なわけですよ。はいはいはい、とにかくとりあえずは。で、それをやるにあたって、まあ男女ともに、とりあえず低い音からやった方がいいです。なるほど。基本的にはやっぱ。自己流よりも、普通に話しているぐらいよりも少し低めで、そうですね、なるほど、ぐらいがやっぱ結局国もそうだと思いますけど、一番楽なところなんで、そうです、負担を下げる、さっきの話でしょ、避けるという意味でもいいです、うんうん、でそれに対して理にかなってるのが、うん、これもまあ有名っちゃ有名なんですけど、うん、月払い、ああなるほどねこれがまあ有名っちゃ有名だし、あの僕もよく誘導の一個で使うことはあるんですけども、なるほど、まあ皆さん本当普段、うん、何気なく無意識にやってるあの動作ですね、はい、この「ん」に点々つけたような、はいはいあ、そうですね。あ、そうです、そうです、そうです。確かに、これ結構今、ガラッてしてる。そうなんですよ。しますもんね。そんなにきつくもない。そうなんですよ。そんなに、これ一瞬だし、っていうのもあって。まあ、自然のこの動作にそうなんですよね。日常で使ってるんですよ、実は。この考え方っていうのは、実は僕らの、この医学的にね、はい、音声治療って言って、医学でやるその発声練習とかにも結構取り入れます。はい、あ、なるほど、なるほど。咳払いから声に誘導していく。まあ、僕らは声の方に誘導していきますけど、はいはいはい、ここから、火星体までよろしくっていうのは結構ね、結構医学的にも理屈に沿ってるかなと。あ、それはありがたいですね、そこれは結構使えるかなと思っていて、でまあこの時点で喉が揺れた人も多いかなって思うんですけど、まあ概ねそこ火星体っていう理解で概ねいいかな、最初のクオリティはとにかく高いっていうことですよ。そうなんです、最初はとりあえず、とりあえずですよ、乱暴な言い方すると歪みは OK です、歪みは OK です、とりあえずですよ。なるほど、だからまあ僕や私にはこの歪みがないよってこう思ってた人たちも、この咳や咳払いで、あれガラッて言ったんだったら、あ、そう、泣けるじゃん。そうです。そういうところに気づいてほしいです。そうなんです。なるほど。楽器は持ってんだからっていう。これ、そういうこと大事ですよね。いや、大事。そのブレイクスルーというか。そう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 。自分の中の壁を取り払う。いや、それめちゃくちゃわかるわ。さあ、そう。クリーンでもそうだもん。あ、そうっすか。できないと思ってるとできないから。あ、いや、いや、ほんとそうっすね。ほんとそうっすね。ならなかった人もいると思うんですよね。で、そのブレイクスルーの話なんですけど、本当に思い切っちゃって、でいいですよ、最初。あ、その力加減ね、みんな聞きたいと思うんですよ。そうなんですよ。まあ、YouTube とかって、すごくこの有用な情報ツールだとか思うものの、はいはい、その、扱うってどうしても伝わらないでしょ。フェイス2フェイスじゃないんで、そうそうそう。ちょっと、伝わりにくいところも。そこに関して言うと、結構いっちゃって。一旦、これも一旦ですよ。そのままいくと、まあ、喉痛めるから、ダメですけど、この咳払いっていう、この一瞬のこの状況下であれば、なるほど、なるほど。の一発であれば、っていうところで、そかそか。まあ、割と思い切っちゃっていいです。まあ、いわゆる呼吸量ですよね。呼吸量はもう、もう、ここでいいっす。なるほど。ここで。回しちゃいそう。そうそうそう。じゃあ回しちゃう。100でいいです。もちろん痛みに注意しながら。もちろん注意しながら。っていうのも、あれなんです。上気を逸した呼吸量を扱うんですよ。とりあえず。本当にね、それは昨日の実験でも、まあ僕らのね、一緒に研究してる学生さんが、口開けてビビってました。こんなにって。そうですね。まあそれでいて、ほら、ずっと痛みじゃないんで。そうなんですよね。まあ逃がすとこ逃がせば大丈夫なので、まあとりあえず最初はこう、ある程度思い切っていただいて、逆にむしろ、ビビりながら、やった方がダメージがある。本当にそうだわ。本当にそうですよ、皆さんね。僕はずっとそれにやっぱり苦しんできたし、なるほど。クリーンと、やっぱりその使い方は多少違いますよね。違いますね。うん。あとは、他の要素でならなかった人向けにお話をすると、まあ口頭ですね。いわゆる喉仏の位置で言うと、上げたり下げたり。これって、そうだな。基本下げる方が鳴ることが多いですけどね。っていうぐらいの話ですかね。だから上下してあげたりとか、まあ喉の位置を変えて。変えて。鳴らしてってあげる。これ当然、例えば、まあレッスンとかで、この生徒さんには、後々はそこら辺のこの矯正っていうのは、後々していくことになるんですよね。そうですね。ただその導入の段階では、まあ気にせず鳴らしていいと。そうです、そうです、そうです。とりあえず火星体と、さっきの話じゃないですけど、火星体ととりあえず友達にならないといけない。そうですよね。とりあえず、いるよ、いるよ、いるいるいるっていう
ところです。とりあえず友達がちょっとね、そうそう友達稼いだ、そう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 、一見みんな、そうそうそう、みんなで友達交えて、そう、うん、3人で遊ばないといけないっていうなってくっていうその通りです、そう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 、はい、っていうステップになります、うんうんうん、っていう感じですかね。なのでこの関村アプローチっていうのは非常に有用だと思うし、なるほど、ぜひやってみてください。これぜひ皆さんやってみてください。そうですね。で、まあ今のね実践編で、はい、まあ誰でもね、この稼いだり揺れていくってことが分かったと思うんですけど、ね、まあみんな知りたいのは、はい、結局例えばまあ、ワンオクみたいに、 あるいはユーリさんみたいに、はい、アトさんみたいに、はいはいはい、高い音で、うん、ね、例えばミックスみたいなところの音域で、うん、どうやったらそういうガナリができるのかっていうところ、うん、まあみんな多分一番知りたいんじゃないかなと思います。皆さん多いですよね、うん、これまずは考え方としてはどう考えたらいいの？まあ要はさっきやってもらったような咳払いのアプローチっていうのは状態を説明すると、まあ分解、要素分解すると声帯になってます、下声帯になってますっていう状態なんですよね、うんうん、だから二層構造っていうか足し算状態なわけで、まさにその、で、その声帯のなりが低い状態なんですよね、うん、だからまあ低音でかな、低音ってことですよね、うん、シンプルだし当たり前じゃんって話なんですけど、はい、ここが高くなれば OK なんですよ。なるほど、下声帯が歪み担当なわけで、そこはもうそのタスクは終了してるっていうか、カレーライスのライスを変えてきゃいいっていうことですね。そうなんですよね。いわゆる高い音でね、うん、歪ませることができる歌手っていうのは、うん、クリームはやっぱ上手ですもんね。まあ間違いないですね、うんうん、そこのベースがあってっていう感じなんですよね。よく僕もご質問でいただくのが、うん、ワンオクの高さみたいな声出したいですね。はいはい、もう多いですよね、言われる。めちゃくちゃ多いですけど、うん、申し訳ないんですけど、うん、クリーンがあってあれなんで、なんかその、あの声ではないんで、わかります、皆さん本当そうですあの声ではないんですよ、あの声が1個のパッケージじゃなくて、うん、あの中にはミックスと下声帯があるだけなんで、うん、こっちなんですよね、こっちの問題じゃないんですよ、ってことは例えば、まあ、高音域で弾きますね、はい、まあ、ちょっと僕じゃあやってみて、あ、ぜひぜひぜひ、例えばまあミックス領域っていうことで、はい、まあ、G の4とか G4 とか、あー、うん、まあ、この母音のあで今いいか、あー、はいはい、あー、これ歪ませていくと、理屈で言うと、はい、結局その声帯の上の下声帯を歪ませると、こっちの寄せ、はいはい、加えていくことと、そうです、あとはまあさっきちょっと説明があったけど、はい、呼吸を少し上げていかないといけない、そうなんですよね、で、まあ今のクリーン出すよりはちょっと押さないといけない、うん、まあそこちょっとじゃ意識してぜひ、あーあーお、あー乗ってます、あー、いや乗ってますね、こんな感じで、いや乗ってますね、うん、先生のミックスがあって、まあそこに火星帯さんがプラスされた、声帯の上に火星帯プラスしたんで、そうなんですよね、これまあ実際本当に内視鏡の映像もね、あ、はいはい、ありますんで、よかったら皆さんそれで、ね、確認してみて、ぜひぜひぜひ、そうです、あとはあれですよね、うん、まあどうやったらまあその奥深いものにやっていけるかってところ、まあ要はなんか2個材料がいるんですよ、うん、火星帯の動きを作り、作り声帯の動きを作り、うん、それが同時に起こった時に実際ガナリができるっていうことだし、まあ両方のだから鍛錬が必要なんですけど、それができることによってその組み合わせっていうのは自由っていうか、そうですよね、によってそれがアーティストさんによって違うもんで、なるほど、みんな違ってみんないいになるんですけど、鍛錬さえ詰めば別に誰のどれにでも別によるっていうか、やりたいわ、そういうことですよね。いやでも本当にみんなそのいわゆる歪みに関して言うと、うん、本当に奥が深いんで、そうですね、僕が例えば火星帯になったけど、うん、ただ鳴るだけの今のデモンストレーションだったものが、さらにこの使えるものにしていくっていうのは、うん、もう本当にね、もうプロフェッショナルなんで、いや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 、そこはまあみんなでね、これから学んでいきましょう本当にね、はい、そんな感じで今日はガナリというところテーマでお話ししてまいりましたけれども、マニアックでしたね、今回も。いやー、我々がね、やっぱ集まると、このマニアック、マニアック座談会。座談会にあるんでね。いや、でも、皆さんの中のそのガナリの認識っていうのが、めちゃくちゃとりあえずこう、うん、確かに。ブラッシュアップというか、整理整頓されたかなみたいな、うん、頭で想像できるようになったと思うんですよね、確視覚情報みたいな、それめちゃくちゃ大事なことです、めっちゃ大事じゃないですか、うん、めっちゃ大事なんで、うん、それができたし、まあ、ちょっと実践的なところもね、うん、やらせていただいたりとかで、ね、非常に参考になる方が多いと嬉しいなというところで、うん、今いろいろ研究とかも、うん、随時進んでます、その辺も随時報告させていただいたりとか、他のコンテンツもアップしていきたいと思いますので、うん、ぜひチャンネル登録、していただけますと幸いと、高評価もね、していただけると嬉しいです。で、あと、この辺に貼っときますけど、ツイッターのリンク、貼っときます、ツイッターの ID ですね、貼っときますんで、こちらも発生関係のことなんかもね、発信しておりますので、こちらも登録フォローしてくれると嬉しいです、はい、ということでありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。